ケラチウムサラティアムは、渦弁網藻類の一族。和名はツノオビムシ、あるいはツノモである。防水系の細胞体から前方に1本、後方に力3本の角状突起を持つ。ほとんどは、海産のプランクトンだが、炭水産の種もある。炭細胞の藻類で、弁毛で遊泳する。一部には連結した集団を作るものがある。細胞の表面には、 セルロースの丈夫な鎧板がある。これは、細胞中央を一周する横溝を隔てて上からと、下柄に分かれ、上からは4枚の長板と6枚の前帯板、下柄は6枚の後、帯板と1枚の後差し看板と1枚の底板から、なる。細胞本体はやや扁平です。そこから、角状の突起が出るのが、大きな特徴である。上からの先端からは上向きに全角が出る。これは、 本体と、はっきり区別できるのが普通だが、なだらかに続いて区別が曖昧な例や、また、これを完全に書く例もある。後からからは、後端部左右に2本の広角があるが、このうち1本が、対価的なものや書くもの、またもう1本が出るものなどがある。海洋二種が多く、淡水産の種はごく少数にとどまる。和名はいくつも提案されているが、多分に出入りがある。 これらの様子から古くは渦帯虫を使ったことがあるが近年はこの系統の名としては角帯虫を使うことが多いこと別に角もという名もそれなりに普及していることがわかるまた種名についてはかなり混乱しているように見える本校では混乱を避ける意味もあり揺れがない学名化読みを選んであるこの類では角の形に違いが多く これによって分類が進められている。以下のア族に分けられる。アーキーケラチウムア族、アーキサーシアムは上からが平らに広がり、全角がない。解散で風船ツノービムシシーグラビディアムなど。ケラチウムア族、サラティアムは全角と2本の甲角があり、それぞれの出た方向にまっすぐに伸びる。炭水産のマミズツノービムシシーヒレンドネラなど。 アンフィケラチウムア族、アンフィサーシアムは3本の角を持つが、全角と左甲角が特に長く発達し、全体として細長い棒状になっている。ユミツノオビムシシーフスカスなど、ユーケラチウムア族、ユサーシアムは2本の後ろ角が大きく曲がって、前に伸び、そのために全体が怒りの形になったもの。ツノオビムシシートライポスなど、淡水では蒸気のように、 日本ではシーヒレンドネラとシーコーネットムの2種が古くから知られる。ただし岡田他ではこの両種ともに普通種であると記しているのに対して、水野ではシーコーネットムについて教科書などに取り上げられてはいるものの、実際には珍種である旨を記している。滋賀県の理科教材研究会編でも普通には前者しか見られないと記しており、この点では一致している。前者は、 角の長さや形など、形態的に変異が多いことも知られている。海洋にははるかに多くの種があり、中でもツノービムシシートライポースは、日本近海では最も普通に見出される。以下、記載は、種として、千原、村の辺、P52、千原、村の辺、P52、岡田ほか、P18。ありがとうございます。